セブンアイホールディングスシェルガーデン株式会社シェルガーデンは関東地方を中心に高級志向のスーパーマーケットチェーンザ・ガーデン自由が丘を展開する企業であるセブンアイホールディングスの連結主会社で2020年4月まではセブンアイ傘下の総合西部の完全子会社であった高質食品スーパーマーケットをコンセプトとし 地方名産品やワインなどを重点的に取り扱う食品スーパーである。自由が丘で創業した単独路面型食品スーパーだが、百貨店や駅商業施設内の食品売り場へテナント出店が多い。1966年12月に現在の自由が丘店が所在する目黒区自由が丘のシェル石油のガソリンスタンドに併設してしましょう。A シェル石油。 国部が出資して輸入食材を扱うスーパーマーケットシェルガーデンを開店した。1983年に声優が資本参加してセゾングループの一員となり高級食材専門のスーパーであったハウディセーブを継承するなど店舗数を増やした。百九十五年に西ブ百貨店が約三分の二を出資するとともに池袋本店に出店して店名を ザガーデン自由が丘に変更した。2001年に西武百貨店と祖号が経営統合し、株式会社ミレニアムリテイリングとなった後は祖号へ出店を進めた。2006年にミレニアムリテイリングがセブンアイホールディングス参加となり、東北、北関東地方を中心に店舗展開するヨクベニと業務提携を開始するなど効率化を図り、 セブン愛各社共通のプライベートブランドであるセブンプレミアム製品を取り扱い各種キャンペーンも共同で展開する2009年のミレニアムリテイリングと西武百貨店の合併後は総合西武の完全子会社となった西友の店舗から転換した西武百貨店内の打うつ店は閉店し西友との関係は解消された 2009年に声優と競合する立地にある伊東洋華堂武蔵小金井店内に出店し、電子マネー7個やセブン銀行 ATM も一部の店舗に導入した。2020年4月30日にセブンアイグループの食品スーパー事業再編に合わせて、そごう、西部に10%の株式を残してセブンアイホールディングスの直接子会社へ移行した。 商業施設の1フロアを占有する大型店から品目を絞る一方で営業時間を拡大した小型店まで複数の業態の店舗が存在する池袋店は売り場面積1285平方メートルの期間店で津田沼店は駅改札内の生鮮三品を取り扱わない気をつく形態の超小型店である生鮮三品をそれぞれ専門の他社に委託する店舗や 生鮮を含む集中レジ業務を商業施設から受け負う店舗もある。店内厨房の調理運営は株式会社、ブッツデリカ鉄線が受託している。出店店舗は公式サイト、店舗情報による。店舗ごとの条件により利用可能な電子マネー、商品券が異なる。ありがとうございます。